絶対許せねえ。勇者がついに神の力を解放させよった。くっそー、魔王の息子の僕としたことがなぜ勇者に勝てないんだ。え、なんだこれ、ファイヤからの手紙と宝箱。なになに。う、魔王様、魔王様から悪魔のヘルメットをいただきました。これは人間を悪魔にすることができる呪いのアイテムです。このヘルメットを使って人間を最強の悪魔に育て、今度こそ勇者を倒すのです。っていうか、いい加減そろそろ倒してください、バーヤ。人間を悪魔にできる呪いのヘルメットか。こんなアイテムで勇者を倒せるとは思えないけど。そうだ、いいことを思いついたぞ。勇者さんたち、助けてくれてありがとうなのじゃ。また何かあったら言ってくれよな。一件落着だね。さ、そろそろ帰ろうか。どこだ。くっくっく、お前の友達はもらっていくぞ。お前は魔王の息子の馬王。馬王って言うな。う、魔王だ。何しやがる。トコタンを返せ。やだね、こいつは僕が悪魔として育てるんだ。だからこいつは僕のもの、つまりお前たちの敵になるのさ。ああ、お前ふざけたこと言ってんじゃねえ。早くトコタンを返せ。悪魔になったこいつとお前たちは戦えるかな。トコタン。と、その前にトコタンを連れ去るなんて馬をふざけんなって思った人は、チャンネル登録と高評価ボタンを押してくれよな。葵、急いでトコタンを助けねえと。うん、でも一体どこに。勇者たち。お、村人さんが空を飛んでる。はあ、わしは村人ではない、神様じゃ。神様。なんかうさんくさいな。本当に神様なのかな。はあ、わしが神ということを信じとらんようじゃな。ではわしと一緒に来るのじゃ。それ。ここはどこだ。ここはわしら神の住む世界、天界じゃ。天界。わしらの力を貸してやるから悪魔を倒すのじゃ。悪魔を。神様も馬王たちと戦ってんのか。神と悪魔は昔から犬猿の仲なのじゃ。犬猿の仲、仲が悪いってことだよ。子供とはいえ魔王の息子である馬王は強い。力では今の勇者たちに勝ち目はない。そんなことねえよ、俺たち馬王には負けたことないぞ。なあ葵。まあそうだけど。う、魔王と対決する動画はこちら、よかったら見てみてね。でも確かに力では勝てないんじゃないかな。トコタンもいないし。神の力を手に入れれば勇者はもっと強くなる。神の力。はあ、そこに立つのじゃ。そうか。では今から神の力を与える呪文をかけるぞ。ああ、わし働きたくない、代わりに勇者頑張れ。どりゃ。今神様の本音が聞こえたような。って、本当に神様みたいになってる。クックック、悪魔のヘルメットをかぶれば人間だった時の記憶は消え、悪魔として生まれ変わる。ということで今日からお前はデビルトコタンだ。デビタンです。僕はウン・マオ、魔王の息子ですっごく偉い悪魔だから、何でも言うことを聞くんだぞ。デビタン了解。いや、勇者と戦わせるのが楽しみだな。おい、デビタン、これはなんだ。平野町ロボセカンドエディション、近くにあるものを吹き飛ばすロボだよ。平野町。おい、やめろ。変なものを勝手に作るんじゃない。褒められた。褒めてない。うひょー、空を飛べるようになってる。神様、これからヒロに強くなる修行をさせるって何をするんですか。神は困っている人を助けるほど強くなる。というわけで今から困っている人をたくさん助けてくるのじゃ。わかった、ヒーローの俺なら朝飯前だぜ。うん、ではわしは今から部屋でゴロゴロ、じゃなくて用事があるから天界に戻るのじゃ。頑張るのじゃぞ勇者たち。絶対ゴロゴロする気だ。よっしゃ、困ってる人はどこだ。こうしてヒロの神様としての特訓が始まった。はあ、飼っていた豚が崖の上から降りられなくなってしまったのじゃ。あんなところから落ちたら大変だ。大丈夫だ、神様の俺が助けてやるぜ。おお、そんなことしなくても。よっよっよっ。うわー、ミスター。ってあれ、そうか、俺空飛べるんだった。よしよしよし、神様の俺が来たからもう安心だぞ。はあ、助
助かったのじゃ。おっと、また逃げてしもうた。待つのじゃ。あの調子じゃまた同じようなことになりそうだね。ま、そうなったらまた助けてやるぜ。よし、どんどん行くぜ。一方その頃、いいかデビタン、悪魔は人間を困らせるほど強くなるんだ。だから今からあの村に行って人間を困らせてくるのだ。デビタン了解。よしよし、いい子だ。村人さん、こんにちは。はあ、なんじゃ。困って。あ、急にそんなことを言われても。お願い。そうは言われても困ったの。よし、困らせてきた。そうじゃない。カレーを作ろうと思ったのに肉を調達するのを忘れて困っているのじゃ。俺がすぐに取ってきてやるぜ。のー、いたいた、豚発見。とりゃとりゃ、たった今肉取ってきたぜ。これは豚肉。こら、カレーといったら牛肉じゃろ。クックック、これで、わしの家が。エビタン、こうやって人間を困らせるんだ。はあ、これからわしはどこで暮らせばいいんだ。ああ、わしの家を返しとくれ。作った。おお、住んでた家よりでかい家じゃ。ありがとうなのじゃ。褒められた。喜ばせてどうする。漏れる。もう限界なのじゃ。家まで持たんのじゃ。よっと、トイレに行きたいんだな。ちょっと待っててくれ。え、トイレだ。さあ、遠慮なくぶっ放してくれ。こんなところでできるか。漏れる。え、何がダメだったんだ。丸見えだとできないでしょう。あ、いいかデビタン、次はあの村の村長のところに行って。ニワトリさん、待って。はい、僕の話を聞け。はぁ、こいつは困ったやつだ。いいか、村長のところに行って村人みんながクソジジイって笑ってたって言ってこい。これぐらいならできるだろう。できる。よしよし、これで村で喧嘩が起こって人間がたくさん困るに違いない。ニワトリはもういいってば。ダメだこりゃ。これじゃ全然強い悪魔に育たないじゃないか。くそー、誘拐する相手を間違えた。へい、お待ち。うぎゃ、おい、このロボ処分しとけって言っただろ。せっかく作ったのにな。待てよ、こいつは物を作るのが得意だから。おい、こういうロボット作れるか。ごにょ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 、さすがに無理か。作った。嘘だろ。でん、変容待ちロボデビルエディション、自爆機能付き、攻撃力も10倍になったよ。やっほー、ナイスだデビタン。よし、このロボットで村を襲いに行くぞ。あー、よーし、今日も困っている人を助けてきたぜ。あんまりうまくいってなかった気がするけど。うん、その調子で困っている人を助けていけば神の真の力が使えるようになる日も近そうじゃ。真の力？そうじゃ、その力を手に入れれば悪魔を一撃で倒せるようになるのじゃ。一撃で？よし、もっと頑張るぜ。ん、なんじゃと。どうしたんですか。どうやら村であの悪魔が暴れておるようじゃ。馬尾のやつか。ってことはトコタもいるかもしれねえよな。今すぐ向かうぞ。うん、この村だな。はあ、勇者さんたち、ちょうどいいところに。あなたは豚が逃げて困っていた村人さん。はあ、あの時はありがとうなのじゃ。それより悪魔が村で暴れているのじゃ。安心しろ、俺が何とかしてやれ。へいお待ち、へいお待ち。いいぞいいぞ、やっと悪魔らしくなってきたじゃないか。そこまでだ馬尾。ん、これはこれは勇者たちじゃないか。馬尾じゃない、うん、魔王だ。大丈夫か、トコタン。うよ、トコタンはデビタンです。デビタン？こいつはもうトコタンじゃない。お前たちの敵、悪魔になったのさ。もうお前たちのことは覚えていない。なんだって。そんな、くそ、よくも俺の友達を。さあ勇者よ、お前は大切な友達と戦えるかな。デビタンやれ。デビタン了解。ヘイヤマチ、トコタンのヘイヤマチロボだ。大丈夫だ、これぐらい。てっテラッ、ダメだ、トコタンは攻撃できねえ。デビタン、何をやっている。もっとロボットを出せ。デビタン了解。ヘイヤマチ、囲まれた。よし、今だ、ロボットを自爆させろ。デビタン了解。ヘイヤマチ、うわー、ヒロー。あー、これで勇者も終わりだ。え、人間
間の時だったらこれで死んじまってたぜ。よかった無事だった。しぶといやつめ、デビタンとどめを刺すんだ。デビタン了解。わー何やってんな。もういい、こうなったら僕の最強爆発魔法でとどめを刺してやる。まずいヒロ、早く穴から出て。あれでもトコタンが足を怪我しちまったみたいで。いたた。おい馬、このままだと俺だけじゃなくトコタンまで巻き添え食らっちまう。せめてトコタンを穴から出してやってくれ。く断る。なんでだよ、今はお前の仲間なんだろ。仲間、あはははは、元勇者のそいつが仲間なわけないだろ。ちょうどいい、どうせ使えない奴だったし、お前もろとも魔法で粉々にしてやる。仲間じゃないだと、許せねえ。これで勇者も終わりだ。行くぞ、僕の最強魔法はリスポーンはできない。つまりこの攻撃を受けた者は死ぬ。そんな、くそ、せめてトコタンだけでも守らねえと。来い馬。くデビルフレア。うわー、ヒロートコタン。勇者を倒したぞ。これから僕の世界征服の始まりだ。ヒロ、トコタン誰を倒したって。え、馬を、お前だけは絶対許せねえ。え、なんで生きてる。ヒロ、その姿は。なんと、ついに勇者が神の真の力を解放しよった。神様、悪魔の魔法から友達をかばった、つまり助けたじゃろう。それがきっかけで真の力に目覚めたのじゃ。真の力って確か悪魔を一撃で倒せるっていう。え、そうなの。まずい、ここは一度逃げさせるか。もう二度とトコタンに近寄るんじゃねえ。そしてこのヘルメットを壊せばいいんだな。おりゃ、あ、ヒロタンに会おうたん。トコタン、よかった、俺たちのことを思い出したんだな。元に戻ってよかった